思いっきりやっていいと言われたので、ただ時間を考えて、まあ、曲げてるっていう状況もあったので、ポジション的にもリスクは犯しつつも、まあ、マネジメントもしっかりしないといけないっていうのは考えてたので、まあ、志良くんがより高い位置取るようにして、ワンポジション後ろに自分がいてっていう形で、まあ、セカンドを拾ったりとかっていうのは意識してやろうかなっていうのは考えてました。まあタイミングが合えば2列目からの飛び出しとかも試みようとは思ってましたし、ただまあ全員が全員前に行ってカウンターで3点目取られるってことだけは避けたかったので、そこは結構流れというか状況を読んでいこうっていうふうには考えてました。変わらずに3点目は取られないように、かつ3点目を取りに行きたいっていうのがあったので、まあ1対2の状況から入って2対2にすぐになったんですけど、やることは変わらないかなっていうのははっきり自分の中で心構えというか準備はできてたので、そこに対しての対応は別にすんなりとやれたかなとは思います。チームがどうやったら勝てるかっていうのは出てても出てなくても考えてはいたので、その自分が出れなくて悔しいというよりかは、どうやったらチームが勝てるのかなっていうのは考えながら、自分なりに考えながら練習には取り組んできましたし、もちろん出れてない期間がありましたけど、来るチャンスのために万全の状態でいつ呼ばれてもいいようにっていうのだけを忘れないようにしていこうっていうことの方が、そっちの方が大きいですかね。着々と一歩ずつ前に進めればいいかなっていうふうには思ってますし、その与えられた時間の中でしっかり自分らしさを出せるようにっていうのは考えてはいるので、チャンスをものにしていけたらいいのかなっていうのはありますね。積極性をもっともっと出して、ゴール前にも顔飛び出したりとかっていうのを、まあ、今シーズンはもっともっと増やして、より得点に絡めるようになっていきたいですし、僕だけじゃなくて同じボランチの選手がどんどん得点に絡んでいけるようなチームであれば、もっともっと強いチームになるのかなっていうのはあると思うので、僕も狙いに行きますし、まあ、もちろん志良君もロナウドも竹内君もヘナもヒカルもそうやって狙っていけるような選手であるので、どんどんゴール前に出して怖い存在になれたらいいと思います。僕初めてなので、まあ雰囲気とかピッチとかはまだ分かんないですけど、初めてのスタジアムでやれるっていうところの、まあ楽しさというか嬉しさはありますね。球際も強くて、一人一人の個の能力っていうのがやっぱり高いと思うので、まあ、そこに対してやっぱり組織として戦って、自分たちも今強度の部分を求めているので、そういったところも負けることなく、次勝てばかなり大きいと思うので、しっかり勝ち点3を持って帰って、ルヴァン浦和戦から9連戦始まるので、いいスタートを切れるようにしたいですし、それがリーグの流れにもつながると思ってくるので、まずは初戦の9連戦初戦の浦和しっかり勝ちたいと思います。アウェーですけど、皆さんの応援が必ず必要になってくるので、応援よろしくお願いします。